力強いプレーを見せる選手たち。菅平高原でラグビー日本代表候補の合宿が始まりました。熱気なら子どもたちも負けていません。こちらはこの春発足したシャルマンラグビーアカデミーのメンバーたち。12人中4人は中学生です。一番の狙いは中学生になってもラグビーを続けてほしいなっていうところなんですけれども、ゆくゆくの目標はそういったチームとして作れるといいなっていうふうに思っています。中学生の受け皿として関係者が立ち上げた新たなクラブ、長年の課題解消に向けた第一歩です。お願いします。練習に励む上高地ラグビースクールと松本ラグビースクールの子どもたち。少子化の影響で10年以上前から合同で週1回日曜日に練習しています。メンバーは合わせて30人ほど。2019年のワールドカップ日本大会以降、ラグビー人気の高まりでメンバーは増加傾向です。試合が楽しいです。トライ取った時、タックルが入った瞬間とか、トライを決めた時です。相手を抜かしてトライをするところが楽しいです。片立て、オッケー、ナイス、押してエビ、エビ、オッケー。和光大輔コーチは上高地ラグビースクール OB。 小学校の教養しながらボランティアで指導しています。ラグビーが好きになってもらいたいっていうようなことを願って始めているようなチームなので、本当和気あいあいというか、仲間作りも大事にしてほしいなというふうに思ってます。この日は中学生6人も参加しました。実はこれまで大半の子は小学校卒業でラグビーをやめてしまうことが多く、長年の課題となっていました。一番は受け皿がない。気持ちとしては中学でも続けたいんだけれども、そういった環境がないためにどうしても他の競技をやってラグビーから離れていってしまうっていう現状があるかなというふうに思います。そもそも競技人口が少なく、県内の中学校でラグビー部があるのは私立の松本国際中学校のみ。比較的盛んな南進には中学生のクラブチームがありますが、他の地域ではクラブに所属し続けても人数が少なく、試合の機会はほとんどないのが実情です。中学1年の斉藤貴則さんも小学校卒業が近づくにつれ不安を抱いていた一人です。今までやってた友達がもうやめちゃうっていうのは、まあ人数減ることだし、コミュニケーションとかも薄れていっちゃうのかなとか心配だったです。斉藤さんがラグビーと出会ったのは小学1年の時。以来ワンチームになって戦うことに魅力を感じ、長く続けたいと考えていました。ただいま。中学校から帰宅した斉藤さん、部屋を見せてもらうと。松田力也です。キック力と司令塔というかっこいいポジションの。憧れは日本代表の松田力也選手。先月は家族でリーグ戦の応援にも行きました。まあ、日本代表みたいなプレーをして活躍したいなと思います。
強くなってると思います。体はまだ細いですけど、メンタル的にやっぱ成長してるなっていうのは思いますね。中学校でバスケ部に入ったのはラグビーに活かせそうだから。あくまでラグビーが主軸です。実は斉藤さんのようにラグビーが好きな子は他にもいました。そこで子どもたちの熱量に負けないようにこっちも熱量を持ってね、支援していければな。和子さんたち松本や安曇野のクラブ関係者が中学生になっても続けられる受け皿を立ち上げたのです。練習は水曜日。斉藤さんは早めに宿題に取り掛かりました。基本的に日曜日だったので、1回しかない、週に2回は確実にやるっていうのは嬉しかったです。皆さん挨拶から始めましょう。こんばんは。山形村のグラウンドで始まったシャルマンラグビーアカデミーの練習。和子さんなど中心地域のコーチや経験のある保護者が指導に当たります。メンバーは中心地域のクラブに所属する小学5年生から中学生までおよそ10人。所属クラブの練習と合わせ週2回汗を流します。やる機会が増えて嬉しいですし、スキルアップにもつなげるからいいなと思いました。人数とかその辺がなんか増えたから、いい感じになんかできればいいかなって思います。ボールどこから出る？ハーフから、向こうから出るよね。次は何を見る？味方。はい、味方見てますか？今後はメンバーを増やして大会出場も狙います。この日は実戦形式の練習も。中学生の大会試合まで行って、であわよくば高校生に上げて、で有名になってくれる選手が出ればと。シャルマンでの練習は小学生メンバーの刺激にもなっています。パワーが全然違うんですけど、仲良くなれて、いろんなチームから来ているのでコミュニケーションを取れるのでいいと思います。中学生まではやりたいです。シャルマンは魅力的な様子を意味するフランス語。ラグビーを通じて人間的な成長も促します。自分たちのチームの良かったところ、ここもうちょっと直した方がいいなっていうプレー、その2つをちょっと聞くから。相手がいないところにどんどん刺していって、それでゴールっていうつながったところがいいところかなって思いました。拍手。なるほどね。コーチから一方的に言うんじゃなくてね、子どもたちがどういうふうに考えてるかっていうのを私も知りたいので、そういう場面は作ろうと思ってます。シャルマンによって練習量が増え、試合出場の可能性も。斉藤さんたちのモチベーションも上がっています。楽しく明るく他のチームも関係なくやっていきたいです。指示出せるようなスタンドオフになりたいです。シャルマンラグビーアカデミー、みんなでラグビーやろうぜ。おー、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。